カナダ・サスカチュワン州サスカトゥーン・サスカトゥーンは、カナダ・サスカチュワン州中央部にある都市。1980年代中頃より、同州最大の都市である。7つの橋が川に架かっているためから、橋の町、または、プレーリーのパリと呼ばれる。人口は246,376人。都市圏人口は295,095人で、近年は、 急速に発展している都市である。最初の入植は1883年、トロントメソジスト教会の一団が酒の小取引から逃れるために、禁酒の理想郷を急速に発展していた、プレーリー地方に築こうとしたことに始まる。ジョン・レイクが率いる入植者らは、オンタリオ州から鉄道で、ムース城まで行き、当時のサスカトゥーンにはまだ鉄道が敷かれていなかったため、今のサスカトゥーンまでは、 馬車が使われた。1903年に川の西部が町として設立され、同年ヌタナは村生となる。1906年に市政が敷かれ、リバー・アッツ・デール地区とヌタナ地区を含め人口4500人の都市となった。隣接するモンゴメリープレイスが1955年に、サザーランドが1956年にサスカトゥーニー合併された。サスカトゥーンの名の由来は、 クリー族の言葉で、この地に生えるサスカトゥーンベリー、ミザスクエタミナの発音に由来する。長く、ハブシティの愛称で知られ、エストゥーンと短縮して呼ばれることも多い。また、1988年に上映された映画、ロジャーラビットの影響から、トゥーンタウンとしてよく知られるようになった。1960年代から1970年代によく知られた愛称に、 パウ式というのがあり、パウはこの土地で多く生産されるカリウム、石油、小麦の頭文字から来ている。ホテルベスボロー最もよく知られたランドマークは、ホテルベスボローで、単にベスボロー、ザベスとも呼ばれる。1930年代の大不況の最中、カナディアンナショナル鉄道によって建設された鉄道ホテルで、バイエルンの城をもとにデザインされている。現在は、 CNR の所有から離れ、いくつものオーナーに受け継がれている。川岸を元の状態に戻すため、建物を取り壊すことも提案された。現在、スパダイナ通りより川岸にある主な建物は、このベスボローとメンデル美術館のみである。ベスボローは、サスカトゥーンを代表する風景で、ブロードウェイ橋と共に、最もよく写真が撮られる場所の一つである。 ダウンタウン南部のリバーランディング地区は再開発が行われており、ホテルスパ、大規模な複合型映画館、商業施設などが入っている。サスカトゥーン近郊の小麦畑サスカトゥーンはサスカチワン州南中央部に広がる豊かなカリウム鉱脈の一帯にあり、プレーリーと大河に挟まれたアスペンパークランドと呼ばれる生態系が広がっている。アスペンポプラと頭皮が 草原に多く分布していることを特徴とする。産地が少ない地形であることから、市内は概ね平坦であるが、いくつかの丘や谷も見られ、サウスサスカチワン川が市内を流れている。気候は乾燥したプレーリーとサバナの気候を特徴とし、夏は暖かく冬の寒さは非常に厳しい。四季がはっきりしており、冬は低摂氏40度から夏は摂氏40度と気温差が大きい。 一年を通して夏の降水量が最も多いが年間降水量は353.7ミ、mm、リメートルと少なく湿度も低い。このため、ネオ平均の日照時間は2267.8時間と国内でも日照時間の多い年の一つになっている。過去に記録した最低気温は1893年2月1日の低、摂氏50度で、 同じサスカチュワン州のレジャイナと並んで、カナダの主要都市では最も低い。最高気温は1988年6月5日の摂氏40.6度である。サスカトゥーンの冬景色2016年の国勢調査によると人口は246,376でこの5年間で10%程度の人口が増加している。 先住民の出生率の高さとアジアを中心とした国々からの移民による人口増加が目立っている。都市圏人口は295,095人で、同州最大、カナダで17番目の都市圏を形成しており、カナダ統計局による人口推計では2019年の都市圏人口は3 3百6 7 4人となっている。 14歳以下の若年人口は20.6%で、65歳以上の高齢者人口は11.8%と低く、平均年齢は国内平均より3歳、若く34.4歳である。サスカトゥーンの住宅街先住民系人口の割合が11.6%を占めているのが特徴で、内訳はファーストネーションが7.4%、メティスが5%、 イヌイットが0.1%となっている。白人は7割弱となっている。全人口の78.5%がキリスト教徒で、その多くはプロテスタントとロマンカトリックである。残りの少数派には仏教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、イスラム教などが含まれる。特定の宗教を信仰しない、無宗派もかなり存在する。ミッドタウンプラザダウンタウン内の 歴史建築物農業生物工学の分野では世界最先端の研究が行われている場所の一つでイノベーションプレイスリサーチパークとサスカチュワン大学などに研究施設があるワクチン伝染病機構がサスカチュワン大学にあり人と動物に関する伝染病の研究が行われているまた大学はいくつかの医薬品会社を所有している大学内には 世界中の自然環境と気候変動の調査を行うサスカチュアンアイソトープ研究所もあり、長期の環境変化を記録したデータを提供している。50年以上かけて進められたカナダ、国内最大規模の科学研究施設、カナディアンライトソースも、また大学内に拠点を置く。この施設には1億7900万カナダドルを投じて建設されたシンクロトロンがあり、 様々な分野で世界クラスの科学研究に使われている。世界最大手のウラン会社の一つカメコとカリウムの生産で世界最大のポタシュ社が本社をサスカトゥーンに置いている。利用可能なカリウムのうち世界の3分の2近くの埋蔵量がここ、サスカトゥーン近郊に眠っている。ウランも市の経済に重要な役割を果たしており、アレバノコ会社。 あれば NC のカナダ本社が入っている。食品加工も重要な産業になっているほか、製造業も入っている。日立カナダのほか、情報工学や電気通信分野の会社なども見られる。ミナックスとマリオットインターナショナルのコールセンター、カナダファーストネーションズ銀行の本部もある。1970年代から1980年代初期の 急速な住宅開発の後、1980年代には開発が鈍り、経済の停滞を経験した。しかし、2005年の時点では少なくとも4つの主な住宅開発が行われ、商業地や郊外の開発計画も次々と進められている。サスカトゥーンは商業開発において、従来型のショッピングモールに代わるスーパーセンターの建設が遅く始められ、 1990年代中頃からようやく進められた。このため2000年代初期までは本格的なスーパーセンターは見られなかった。市内の代表的な商業地区である八番通りでは2000年代初期に市内南部に建設された新しい商業施設サスカトゥーンオートモールの影響を受け多くのディーラーがオートモールに移転したことから大きな空き店舗ができた。 市内最初のスーパーセンターはプレストンクロッシングで2002から2003年にはウォルマートカナダやカナディアンタイヤなどの大型店が新しい商業区に移転し始めたため元々のショッピングモールでは新しいテナントを探すことを強いられた2番目のスーパーセンターは市内南部に建設されており これらの大型商業施設の建設がダウンタウン地区の店舗展開に影響を与えている一面もある。ダウンタウン中心部ではリバーランディングなどで再開発が進められておりエンターテインメント関連の施設が建設されている。市内最大のショッピングモールは中心部にあるミッドタウンプラザでシアーズカナダやザベイと繋がっている。市の電力は サスカチュワン州の電力会社サスクパワーより供給されており、最も近い発電所はサスカトゥーン南西部スパダイナ通りに面してある。サスクパワーは主に水力発電と石炭火力発電によって電力を発電している。ユニバーシティ橋、カナダ太平洋鉄道とカナディアンナショナル鉄道の路線がサスカトゥーンを通っており、旅客部門では大陸を横断する。 ビア鉄道が運営している。ビア駅は市内生端に位置する。州の多くの運送機関が集まり、そして地性的な理由からハブシティの愛称を持つ。サスカチュワン鉄道博物館は市内から少し外れた場所にある。市内の公共交通は市の行政部門であるサスカトゥーン交通局によって運営されている。2006年7月2日にシステムが改良され、 市内の路線網も増やされた。定期路線は月から土曜の間、午後6時まで30分に1本、午後6時以降1時間に1本、運行されており、日曜は1時間に1本のみとなる。快速バスと区別するため、バスは青と白のパターンに配色されている。エキスプレスルートはダートと呼ばれ、快速バスが運行されている。 バスは緑と白のパターン配色で、ラッシュ時は20分に1本、それ以外の時間帯は30分に1本、運行されている。サスカチュワン大学キャンパス内、サスカチュワンアイソトープ研究所は、地球環境と気候変動を調査することを目的としており、同研究所ではいくつもの研究プロジェクトが、世界17カ国、共同研究者300人以上が参加して、行っている。 市内には78の小学校と14の高校が運営され、約3万7千人の学生が通う。サスカトゥーンには2つの教育委員会があり、それぞれサスカトゥーン公立学校区と、クレーターサスカトゥーンカトリック学校区とに分かれる。サスカトゥーンの代表的な芸術劇場は、特プレイスでダウンタウンのミッドタウンプラザに隣接している。 1967年にオープンして以来、コンサート、演劇などのほか高校や大学の卒業式などにも使われている。そして、サスカトゥーン公共楽団が本拠としている。近年、リノベーションが行われ、2005年に新たに、施設拡充のため拡張工事が行われていた。ロックコンサートや、主なショーは、クレジットユニオンセンターが主要会場となり、 サスカチュワン州内で最大のアリーナとなっている。最大収容人数は、スポーツイベントで1万1300人、コンサートで1万4000人である。夏に、多くのイベントが開催され、シェイクスピア・オン・ザ・サスカチュワン・フェスティバル、サスカチュワン・ジャズ・フェスティバル、ノーザン・サスカチュワン国際児童・フェスティバル、サスカトゥーン国際フリンジ・フェスティバル、フェイク・フェスト、カナダレ・レメンバーズ・ウェア・ショーなどがよく知られる。 市の行事では、毎年8月に行われる、サスカトゥーンエキシビションがある。1990年代までは7月中旬に行われ、ルイリエルデイと関係があった。1990年代初期、ルイリエルデイは、スポンサーの不足から開催の中止を余儀なくされた、経緯がある。1990年代後半、サスカトゥーンエキシビションは8月に、スケジュールが変更されたことで、 カルガリー・スタンピードと被ることがなくなった。イギリス王室の中から名付けられた学校や土地、通り、公園などが市内各地にある。ホテルもその一つで、ランドマークになっているホテルベスボローもカナダ総督を務めたベスボロー教に由来する。ロイヤル・ユニバーシティ病院は王室より指定された州内4つの機構、または施設の一つである。 アイスホッケーが最も人気あるスポーツの一つでアマチュアのチームが数多くある。カナダセーブリーグのサスカトゥーンブレイズがその一つでクレジットユニオンセンターを本拠とする。また女子ホッケーも盛んである。サスカトゥーンではカナディアンフットボールが最も成功しているフィールドスポーツの一つでジュニアから大学までトップレベルのチームがある。国内の大会でも優勝を経験し、 常に上位に入ってくる、ジュニアチームのサスカトゥーンヒルトップスやサスカチアン、大学のサスカチアンハスキーズが、その一例である。サスカトゥン、シティ、センサスサブディビジョン、サスキャッチーアンディビジョンナンバー11、センサスディビジョン、センサスディビジョン、サスキャッチーアン、スタティスティックスカナダ、2020年4月28日、閲覧、サスカトゥン、 センサスメトロポリタンエリア、サスキャッチーアンサスキャッチーアン、プロビンス。スタティスティックスカナダ、2020年4月28日、閲覧。1981通2010カナディアン。クライメートノーマルズステーションデータサスカトゥン、ディフェンベーカーインターナショナル、カナダ環境省。2014年8月8日閲覧。1961通1990カナディアン。 クライメートノーマルズステーションデータサスカトゥン、A カナダ環境省。2014年8月8日閲覧。スタティスティックカナダ。2016センサスオブカナダ。2020年5月9日閲覧。サークルドライブサウス、ブリッジオープンズ2トラフィック。CTV ニュース、HTTPS、サスカトゥン、クトバニューズ、サ、サークルドライブサウスブリッジオープンズ2。 トラフィックマイナス1.13933132019年8月5日、閲覧。ありがとうございます。